はいどうも、全力絶叫 YouTuber ビーモリです。ちょっと本日はね、ちょっとあの所用がありまして、ちょっと今外での撮影にやってるんですけども、今日はね、まあパリーグは試合がないということで、まあビーモリでもちょっとまあ今日はね、まあ、夜はオフな感じ。今日はね、あの2軍戦が一応ありまして、あの静岡のチュールスタジアムの方でね、あれマイクが切れた、車がうるさくないかな、大丈夫。今日2軍戦がありまして、まあ、オリックスがね7対3で工夫早手に勝ったんですけども、その内容があまりにも熱すぎる、はい、まずね今日7対3で勝ったんですけども、タイムリー打った選手っていうのがまず横山選手ね、はい、オリックス期待のね高卒ルーキー横山誠也選手ね、今日もライト線に鋭い打球打ってね、はい、猛アピール。まあ1軍ではね今年ちょっと出てきたけどなかなか結果残せなかったけどね、まあまあまあ、でも1年目やしね、とりあえず今年は下で結果出してね、はい、来年以降出てきてくれればいいかっていう、はい、本当に横山選手はマジ楽しみですね、はい。まあ打点は少なかったんですけども、池ちゃん、池ちゃんこと池池池ちゃんこと池田龍馬選手、はい、今日2安打です。おいけいけいけちゃーん、はい、池ちゃんも今日2安打、はい、そしてね今日タイムリー打った福田周平選手、周平なんで2軍おる、まずそこ、まずなんで2軍おるっていう、うん、福田周平選手が1軍にいないから今これだけオリックスは低迷してるんじゃないのかと、いやそう思うんですよね。福田選手がおるおらんでほんまに1軍の空気が全然変わってくると思うんですよね。だからそこはマジで、うん、そこにおる選手ちゃうやろっていう、まずそこっすよね。まあ一応ね今日2軍で結果残してるんで、はい、まあこれから絶対必要になってくる時が来るんで、はい、待ってます。そしてですね、皆さん大好き、トーマス、トーマスなんですけども、今日も2軍の試合にスタメン出場しまして、3打数1安打タイムリーも打ってます。シューティー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 、いやトーマス、トーマス、おい、いやいやいや、トーマスがね2軍で無双しとる最近、特に最近この2軍に、そのこの前1軍から落ちてね降格して、でそっからよ、うん、そっからのトーマスの活躍、この前も神戸で、うん、2安打打点もついて、うん、でその前の試合とかで確かもう3安打猛打賞とかしょったな、で今日もスタメンで出て打点つけて、 CT ね2軍でやることないんよ、これリアル2軍の帝王なんですよトーマスは、はい、皆さん大好きトーマス、このチャンネルを見てる方々はねもう1軍での不甲斐ない CT18 打数0安打の CT しか、まあ、大体知らんと思う。ただこれ2軍を見てみるとトーマスは頑張ってるんですよ、打率も強打2割8分乗ってる、2割8分4厘、いやだからトーマス普通2軍では打ってるんですよ、皆さんの知ってる CT じゃないんですよ、2軍では強打者なんですよ。だからそれを皆さんに今日俺伝えたいんやって、トーマスはそんなネタ枠で終わるそのガズリ外国人じゃないんですと、ちゃんと2軍では腐らず頑張ってる、まずね俺は2軍でこの時期まで普通に試合出てるっていうこと自体を俺は評価したい、うん、なぜならいやいやチーム状況考えてみろって、オリックスの今のね外国人枠、まあ、正直あんまり枠ないっしょ、うん、エスピノーザがいてカスティーヨがいて、マチャドがいて、ね、ペルドモがいて、マーゴ・セデーニョ、 CT 正直厳しいんですよ状況的に見るとね、だってもうね6人目の外国人みたいになってるから、だからそういう中で、まあ、某巨人におったオドーワ選手みたいに、まあ、帰ってもおかしくないですよね。なんかメジャーってそういう文化があるらしくて、本当にもう自分に昇格の目がなかったらなんかもう普通に契約自分で切ったりするらしいんですよ。だからオドーワはそのノリで帰ったと思うんですけど、 CT は腐ることなくこの4月からずっと、4月あたりが一番状況厳しかったけどね、でも2軍で腐らず試合に出続けてちゃんと数字を残して、で、ね、1軍に上がるチャンスも掴んで、まだ1軍ではあかんかったけど、でもそっから落ちてもまた腐らずに、成績残してるっていう、この人間性素晴らしさ、これを皆さんに伝えたい。 CT はただの外れ外国人ではない、人間性はピカイチ。トーマスの記事読みました、トーマスがなんか2軍で頑張ってるみたいな記事、奥さんが日本好きらしいよ、奥さんのために俺は頑張りたいっつって、そんなことを CT 言っとった、
かっこよすぎるって、ナイスガイすぎるって、イケメンやし普通に。今日はなんか金髪なっとったぞ、うん、新規一点金髪、うん、金メダルヘア。トーマスはだからいいやつなんですよ。なんかそうなるとまたこれ1軍で見たくなるんですよね、トーマスを、うん、あの本当1軍の試合ね、あのトーマスのダメなところばっかり見てると、ね、1軍でも見たくないっていう方もおるかもしれんけど、いや俺は CT にもう一回チャンス与えたいね、うん、ずっと言ってるけど、あの9月あたり本当に CT が必要になってくる時来ると思うから、これはねちょっとトーマス本当に、ね、何だろう、俺は一個人として応援したい。トーマスはここで終わるような選手じゃないよ、うん、いや皆さんもあるでしょそういうなんかね、学校の成績が振るわなくてね、もうどんだけ勉強しても、ね、上には上がおって、ね、それでも何度か頑張って、ね、志望校に合格するためにやってっていう、うん、どんだけ今いい判定でも諦めてない人いるでしょ、うん、俺はそうやったね、うん、結局俺志望校最後までいい判定で、でも最後の最後のどんでん返しで俺、ね、受かってるから、そういうなんかその絶望的な状況でも頑張り続けるというその人間性、そこはちょっと俺もね、あの共感できるところあるし、皆さんも共感できないですよこういうところ、トーマスのこういうところ。俺だからね、一人間としてトーマスをすごい応援したい。今年確かに俺は CT を応援し始めた理由はコールがかっこいいから、 CT コール、 CT のコールがただ好きやから応援しただけやね、正直言うと。正直言うと CT を応援し始めた理由はそこだけやね。ただ今の状況の CT を見ると、普通になんか人として好きになってきた。コールから入ったけどトーマスという人間性に惹かれてしまってる自分がいる。だからね、ちょっと皆さんもどうかトーマスを応援しないですか。あ、頑張ってるよトーマス、本当に静岡というね、この暑い真夏のデーゲームで頑張ってるんですよ、はい、敷地です。今から敷地に行こうと思うんですけどね、トーマスおらんかな今日ね、試合終わりトーマス来てへんかな。トゥルツトゥ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 ルツ、サウナに帰還しトーマスっつってね、はい、いやもうサウナに帰還するのもいいけど、一軍に帰還者してくれ、アメリカに帰還者せず一軍に帰還者トーマスしてくれ。しっかり今日はねこの敷地で整って、はい、トーマス、ね、おらんかな。このサウナ敷地で僕はあの沢村さんと会ったんですよね、はい、懐かしいですね。今日誰かおらんかな、トーマスとか周辺おらんかな、池ちゃんとかおらんかな。ということでね、ちょっと今からこの敷地にトーマスに会いに行こうと思います、はい、いやトーマスマジで応援してるで、あの絶対1軍にトーマスの力が必要になるとき来ると思うから、あの1軍で 18-0 のときはボロカス言いましたけども、あのトーマスは絶対必要です。あのなかなか今ね、マーゴもセレーニョも思うようなバッティング状況じゃないんで、うん、近いうちにマジであるぞこれ CT 昇格、ということでね、この敷地から CT への愛を叫ぶでした。優勝や。